君たちドラえもんズにわざわざ来てもらったのは他でもない、実はある秘密の任務のためなのじゃ。秘密の任務？知っての通り、私たちが住んでいるこの町の機能はパワーセンターのエネルギーカプセル一つで賄われておる。ところがじゃ、その大事なカプセルが悪の科学者アチモフによって盗まれてしまったのじゃ。おかげでこの町の交通は全てストップ。電気もコンピューターも何もかも止まってしまう始末じゃ。だからこうやって自家発電しなくっちゃ。真っ黒結界ってわけか。それなら新しいカプセルを補充すればよいのでは。そうそう、それが工場にあるカプセルも全てアチモフに破壊されてしまったらしいのじゃ。こら、止まってはいかん。じゃがたった一つだけ幸運にも残っていたカプセルがあっての、君たちにぜひそのエネルギーカプセルを運んでもらいたいのじゃ。からこんな古い機関車を引っ張り出してくるなんて。仕方ありませんよ、乗り物って言ったらこれしか動かないんですから。こんなおんぼろ機関車で本当に間に合うのか。何しやがる。おいこら、どういうつもりだ。なんだその態度は。まあまあまあ、キッドさん落ち着いてくださいよ。キッドさんってば。話せワンドラ。喧嘩してる場合じゃないよ。私たちには大事な任務があるぞよ。このカプセルはとってもデリケートでな、どこでもドアやタイムマシンを使うと次元の歪みが起きて壊れてしまう。何としても2時間以内にこのカプセルを運んでほしいのじゃ。急いでな。はい。それからこの子はわしの幼馴染のお孫さんでな、ロビン、ドラえもんズたちを無事パワーセンターまで送り届けておくれ。はい。これはお守りじゃ。残ってる時間はあと1時間36分しかない。分かったよ。まだカプセルが残っていたとは。しかしそう簡単にこのアチモフ様の目を逃れることはできない。だいたいあんな時代遅れの機関車で何ができるっしょ。パワーセンターの機能を停止させて全てのエネルギーを支配すれば世界征服は夢じゃないっしょ。行くっしょ。しなくちゃいけないんだ。それにしてもよくこんな線路が残っていたぞよ。この線路本当にパワーセンターまで続いているんですか。パワーセンターはもともと火力発電所だったんだ。昔は機関車が乗り入れていたからね。今でもその線路が残っているんだ。それよりおしゃべりする暇があったら手を動かしてよ。おい坊主、
さっきから態度でかくないか。このやんちゃ坊主め。坊主じゃないよ。ちゃんとロビンって名前があるんだ。シェスタシェスタ、ちょっと一休み。これでペシャンコしよう。さあさあ、また行きしちゃう。こっちに来るぞ。僕に任せて。シュは今もロコを大切に守ってるのか。俺オンボロ機関車なんて言って悪かったよ。そうだよ、今度ボロなんて言ったらまた足踏んづけちゃうからね。なんだ。
でしょう。アチモ君、捕まってたんじゃなかったのか。あんなとこ逃げ出すなわけないっしょ。きっとこっちはみんなやっつけたよ。あ、抜け、抜けない。ちょうどよかった。ロビンちゃんを返して欲しかったら、おとなしくそのエネルギーカプセルを渡すっしょ。あ、さあロビンを離せ。やめて、キッド。今はカプセルよりロビンの方が大事だ。これで世界征服は目の前でしょ。大丈夫か、ロビン。それから、これ落ちてたぜ。ありがとう。抜けた。痛い。あ、大変だ。もう時間がないよ。頑張って、ロコ。てくれたな。こうなったらまとめて踏みつぶしてやるしょ。ロビン、そのまま突っ走るんだ。分かったわ。この先には絶対に行かせないしょ。ではないかとヒヤヒヤしたぞ。校長先生、これは一体。そっちのカプセルはダミ、つまり偽物じゃ。敵を欺くにはまず味方からというじゃろ。ひどいですよ。いや、すまんすまん。だがな、万が一カプセルを取られても君たちのことだ。ロビンだけは必ず守ってくれると信じておったのじゃ。そりゃないぜ。あ、ありがとう、キッド。ありがとう、ドラえもんズ。デレワン。
またゴール手前でお昼寝ですか。先に行っちゃいますよ。いいのかな。みかん。何ですか、あなたたちは。あいつらは。わかりません。悪い奴らには間違いなさそうだな。やっつけちゃいましょう。行けばーこら、俺がやっつけるんだからどけよ。そっちこそ邪魔ですよ。やっと主役が回ってきたんだからな。ずるいですよ、自分だけ目立とうなんて。よし、よくやったニガ。それもたもたしてっからだ。エルマタドーラが居眠りなんかしているからです。しかしあいつら何か目的があって近づいてきたようですね。どうやらこれから行こうとしてる場所に秘密があるようだな。世界一のお菓子工場、お菓子ナナ王国。ザ・ドラえもんズ。お菓子ナ、お菓子ナ、お菓子ナナ。あれ全部お菓子工場のようですね。たくさんあるな。あーもうダメ、これ腹減った。おっ、やっほー。お菓子が流れてくるぜ。いただき、いただきます。ダメですよ、勝手に食べたりしちゃ。放てワンドラム。誰のかわからないのに。こんなうまそうなもんほっとけるか。私だって我慢してるんです。いや、しなくていい。食べても構いませんよ。はい。どうせ私いただきませんから。おー、マドマーゼーブ。マド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 モー。このお菓子は君のなのかい、ベイビー。はい、ベイビー、ベイビー。まあ、デレデレするのは失礼ですよ、ワンドラ君。女の子は苦手なんです。おゼウさん、どうしたんです。こんなにたくさんのお菓子に囲まれているのに、今のあなたは焦げたクッキーのように寂しげだ。せっかくの美しい顔がもったいないじゃありませんか。私が幼かった頃、父と母はとっても仲良しでした。毎日一緒にお菓子を作ってとっても楽しかった。でも今は。姫様、姫様、そろそろ審査のお時間でございますよ。はい、忙しい忙しい。なんだ。ダメです、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 ダメです。ワンドラ君、女の子はもう行ってしまわれましたが。さあ行きますよ、エルマタドーラ。その前にお菓子だ。時間がありません。いやだ、お菓子、お菓子、我慢してください。お菓子7条ではジェドーラが待ちくたびれてるはずです。いや、君たち遅かったな。あー、悪い悪い、ジェドーラ。いやー、でもまだ間に合うよ。食材はどこだい。それがここへ来る途中で。いやー、そりゃまずいな。君たちが任せろって言うから頼んだのに、これじゃ何も作れないな。え、じゃあまだ他のみんなも。ん、佐藤国王じゃ。シュガ王妃よ。ハニー姫です。あの子お姫様だったのか。アイラブプリンセス。困った困った。今日は年に一度のお菓子ナナ祭り。みんなが作った
ったお菓子の中で一番おいしいものに、全世界に売り出されるおかしななグランプリの栄誉をあげちゃうの。大勢の子供たちを幸せにするお菓子、やはりオートメーションで大量に作れるものが一番じゃ。いいえいいえ、幸せな気分になるにはゴージャスできらびやかで高級感あふれるお菓子が一番よ。オートメーションゴージャス、そんなことばっかり言ってるから、ハニー姫が笑わなくなってしまったんだ。誰か姫を喜ばせるお菓子を作ってくれ。笑わせることができたらグランプリを頼みます。皆さん、よし、私やります。姫のためにグランプリ取るぜ。そうはさせないにね。これなら大量生産できそうだわい。ちょっとゴージャス度は低いわね。どれどれ、うん、しょっぱい四角お菓子全体フルーツ5四角フルーツ。砂糖と塩をすり替えたのが成功したにが。こげこげ、さつまいもの水ールロケットステーション。ちょっぴりゴージャスね。これだと大量生産は無理そうだわい。どれどれ、あガガイ四角。水浴びを瞬間接着剤にすり替えといてにね。こげこげ、なんか審査の方は荒れてますね。俺たちも頑張らねえと失格になっちまうぜ。いやー、そろそろケーキが焼き上がるな。これで17回目だな。このオーブン、やっぱり壊れてるようですね。よーじゃどーら、調子はどうにが。ロボット学校時代の知り合いにお菓子の材料を集めてきてくれるよう頼んだらしいが、あんまりうまくいってないよにが。やっぱりグランプリはこのにがにが様のものにがに。ま、同じお菓子職人同士、最後まで頑張るにが。なんだあいつ、嫌な感じです。ギエドーラのシポシポが始まった。昔から困るとこのダンスが止まらなくなるんでしたね。もう時間がないぞ。材料もほとんど残ってません。ワンドラが勝手に材料を無駄遣いするからこんなことになっちまったんだぜ。エルマタドーラが途中でお昼寝ばかりしてるから時間がなくなったんですよ。俺のせいだってのか。違うんですか。これでライバルのジェドーラももうおしまいにが。なに、新たな助っ人が接近中だと。遅くなっちまったけどやっと着いたぜ。あれがお菓子七王国か。ドアちゃん、今日バレンタインデーだっけ。高いとこちょこっと怖い。ん、何事である。雨の雨、我が輩泳げないのである。これで邪魔者はいなくなったにか。戻ってお菓子を作るにか。いや、もう動けないポー。やるな、エルマタドーラ。参ったよ。ワンドラ、お前のパンチも効いたぜ。何してんだおめえら。キッド、ずいぶん遅かったな。どうしたんです、傷だらけで。すまない、途中で邪魔が入っちまって。でも
ちゃんと頼まれてた世界一うまいミルクを探してきたぜ。おお、ありがとうキッド。そんな体でよく。あう。他のみんなも最高に美味しい産み立て卵持ってきたよ。伝説の小豆手に入れたである。究極の蜂蜜。みんな。ドラえもん。いやー、それは宇宙一ふんわり焼ける小麦粉だな。ごめん、銀河系の彼方まで探しに行ってたら遅くなっちゃって。みんな命がけで食材を集めてきたのですね。すげえぜお前ら。だけどもう時間がない。急げばあんこまんじゅうぐらい作れますよ。いや、生クリームケーキの方がいいぜ。生クリーム。いやー、思い出したっぽ。ロボット学校にいた頃のみんなで作ってみんなで食べたあのお菓子パーティー。いやー、あれは本当に楽しかった。お菓子作りってそういうもんじゃないの。楽しい気分で作れなきゃ本当に美味しいお菓子じゃないんだよ。私まだまだ修行が足りませんでした。大切なことを忘れてたようだぜ。作ろうよ、みんなが楽しくなれるお菓子を。もうすぐ修行のお時間です。姫を喜ばせるお菓子は出てこんかったな。今までの一番は苦々のお菓子かしらね。グランプリはいただき逃げ。お待たせしました。エントリーナンバーラスト、ゼロラ&ドラゴンズ。頼むぞみんな。はい、任せとき。我らドラえもんズ。ワンドラ、エルマタドーラ。今日は燃えるぜ。熱くいきますよ。マゾリー、お醤油を少々。いけー、どんどん。イエロー、泡立て。はい、おいしそうな粒あん。ゴージャスな生クリーム。あとは皆さんでお作りください。宇宙一の生クリームどら焼きを。あ、どら焼き作りなんて久しぶりだ。懐かしいわね。あなた、お前。さあハニも結びつけたのは。グランプリはジェドーラとドラえもんズのお菓子に決定。